ッションコンプリート。試合前からもう落ちた。じゃあもう決まりましたか。さあ史上最速のカードフォックスミラー、実況が追いつかないですね、確実に。いやもうなんかもういきなり吹き出しになる。さあペーンと当たって、これはうまい合わせ方がうまいですね。ゼロパーでワンストックを奪ってしまった。これは白は後ろ矢部さんですか。さあ、あっとファイヤーの軌道を見せてしまう。あ、真上に行ってもリフでちょっと追い返されてしまう未来が見えたので、ちょっとずらすつもりなんでしょうね。今の当たってましたね。ちょっと絶望的なルートでした。先ほどフォックスミラーを、名古屋勢のビトーとやった。終わった。で、喋ってる間にワンストック終わった。いや、やっぱり早いですね。うまい叩き起こし、体をテール、クーエル、美しいコンボルート。さあ DA でダウンして空号はしっかり後付きを差し返す。しっかして、いや着地を変わるのがうまい。リフで待ってここでテール当てる。2発当たり、横火は借りきれない。うん、怖いですね今の。ウエスマ当たり、あー早い早い。高度な読み合いが発生している。ファイヤー。さあここから KKP 選手乗りに乗ってもらいたいところ。下スマホを外してしまう。さっきからもうリフレしかガレージが積み重なってないような気もする。おっと今の状態面白いですね。 DF 食らったのにネタも合わせる。おっとリフネア、リフネア押し切りがうまい。バンゴーみたいな動きでしたね今と。ジャックパンが、ジャックパンがうまい。大鉄も綺麗ですね。ファイヤー、ナイスナイスナイス。さあ気づいたらお互いラストストック。さあまだ分からない、何も全く分からないですね。このカード1秒先にはもうどっちから死んでてもおかしくはない。ウエスマ、あっとリフ当てて、ファイヤー、よいしょ、フゴ、そしてバレーの健康、おっと受け身を取ったがもう一回リフ。やはり崖直のルビオとしてはお上手。白フォックスきつい。がしかしウエスマ当てる。しかし無効ソロが高い。バースゲート浮かず4から、なんだ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 、どっちを見てるの。あリフは、リフは引っかかり、フルボルスのリングでおとがめ。戦いステップジリジリ、緊張の一瞬、よいしょ、振り向いてしっかりルーズマルバースト追い上げましたが、ロイヤルさんが1本先取しましたね。ヨシストバーンを選択。なるほど、ヨシスト、いろいろ不確定要素を嫌ってのバーンなんでしょうか。どうなんでしょう。単純に狭いステージが嫌いなのかもしれないですね。立ち回りづらさもボックス使いなので狭いステージ嫌いなんですね。ではミラーだからということもあるでしょうね。うまい、がしかし出ないが上までカバー。さあ前だけがしかし安い。で崖の攻防が怖い。上強で拾って、そこからしっかりフェイクを挟む。あー崖で通のミスか。しっかりミスを買ってきますね KKP。 無理やり相手の懐に行ってしゃがんでリフを当てるという。しゃがめるうちはしゃがんでフェイクを取ろうと。これ読んでる。あ、しかし起き上がり動きに、あっ、基本的に持っていく。ジャンプが入らなかったか。
ウエスマオフが見切られている。なかなか潰しにくいですね。しかしガード際でガードを固めてそこから逃れるノースロイヤルさん、なかなかお上手ですね。回避を待ってガーキャンジェックでラインを回復したりといろいろ折り回せることによって、あウエスマと、しかしあの浮きでは取られてしまう。ウエスマ見せることなく出ましたね。なんかドキドキテイルになってうわーってなったり、いやなりますよね。そもそもことになり得るので、緊張していればしているほどそうなりやすい。さあ待ってから、しかしさあエスロイヤル選手がお上手、先ほどからリフレマスがうまいです。さあ空母かかってさあ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 着地付きをしっかり掴む上強がしかしテイルをずらされてしまう。さあステップ戦、ステップ戦ガードを捕まれね。空母は若干低いか、あっと空母を外してしまう。下を捕まれてしまう。なかなかいい引きでしたね。これは見切られてる。僕でも分かった。まあお願い横 B というかそんな感じですね。行きたいという願いだけの意味。そして置き詰めは曲げていない。なんだ今の掴みは。合わせた掴みだった。さあ押し付け押し付け、操作精度が高いですね。リフ、なかなかステージ中央に戻れない。ここでフライを絡めちまう。今の綺麗な刈り方でしたね。鮮やかな崖鉄、崖鉄ではない、大鉄。うわしてあこれ当たる、当たるよ。うまい、待つのがポイント。そうだ、見入ってしまうんですよね。ちょっと実況無謀になってしまう。崖ですが成功。先ほどがちょっと暴発というか桜井が暴発気味だったので、いやなんか水物の感もありますからね。崖ですも調子がいい時はぬるぬる動くんですけど、横芝しっかり平行も挟む。うん、怖い。いいガードでしたね。あとここでリフ当てる。あー角度をミスってしまう。これで1-1ですかね。お互い一歩も譲らない展開になる。ロイヤル選手はステップからの立ち回りが見ていて本当にうまいですね。でカッピさあ泣いてもらってもこの試合はラストのすごい強いだね。仕上げてしまう3本目の勝負。おっと無理やり自分に有利な状況。さあその場を決めを読んでいる。あっと崖狙いが読まれていた。やはり読み切れると美味しい寿司はありますね。何もしなくても相手を死んでいくんで。確かにこの空母当たらない。となかなかステージを戻れないですね。うまい。あくびあくび。さあ前投げして、さあ追い出して、とニュートラフラマス、この吹き飛し。もうちょっと前からヨーロッパ社員のような当て方するかと思いきや最短ルートになってきましたね。そのまま降りて降りてリフレクターでしたね。はい、ちょっと置いてからも踏みてからも。KKP さん暴れてなお逃れるが、後ろ投げダウンしてしまうがしっかり逃げて、やばい上距離拾った。ちょっと難しいですね。さあこれはビジョンが届かない。ジャンプがなくなっていましたね。綺麗にいらしていくエスロイヤル。
ファイル。さあこれは帰れませんね。先ほどから起きれ、あ怖い、あ当たらなかった今のしまう、ここうまい、さあ横綱ホールド、さあステップステップ、手前曲げっている、空前空前、あーと回避が KKP 進む、進撃のロイヤルさんですね。